宝塚の空組の話なんですが、文春で、ね、空組のいじめです。アリア・キーさんの、まあ、自殺したっていうことに関して、まあいろいろとそこに関与している人たちが、名前が出てるんですが、まあ、こう見てるとですね、僕は宝塚はよく知らない、全く知らないですけど、知らないものからしてみると、この文春とかの記事を読むとひでえなと。なんか、そんなことがあるんだ。みたいな感じになるんですが、まあそれこそ宝塚ファンの方たちの間では、いやそうなのかなっていうことも多いってことですね。特にセリカ・トワさん、男役のトップスターの方に関してはそんなはずはないっていう声も多いってことを今日は紹介しようかなと思います。いろいろ出てますが、タカラジェンヌ自殺の真相、宝塚関係者壮絶いじめ8ヶ月放置した、内部告発が出た。その中で、名指しされた4人はどんな気持ちでこの記事を読まれたのか、全く誤解、名誉毀損、もしや空組では問題ない、やりすぎたなのか、いろんな思いがあると。アリア愛さんの報道、アイロン事件ってなんですよね、ヘアアイロン事件ね、の被害者だった。もしかしたら松風明さん、セリカ・トワさんから見たら、この子から迷惑を受けたという負の感情があったのかなとも想像します。要はとばっちりを受けてたんじゃないかっていう感じが、この騒動に巻き込まれた方なんじゃないのということですね。松風明さんとか、セリカ・トワさん。まあ、いわゆるトップスターの人たちですよね。空組のね。この記事の中にはちょっと首をかしげる内容も膨らまれていました。これブログを読んでますね。あのアイロンにつながるところ。甘いロミネリさんが、セリカさんからアイリーに髪型を教えてあげてって言われたからさ、これ昨日も僕は動画に上げましたけど、ね、そういうこと言われたと話がある。あのアイロン事件にはセリカさんも関与してんじゃないのっていう話もあるってことですね。でも当時、空組の2番手であるセリカさんが下級生、娘役の前髪について心配されるとは思いません。まあこの人は男役ですからね、セリカさんはね。忙しいセリカさんがそんな細かいところまで気にしていたとは思えないのです。これらの内容の精度は、話された空組の方が自身で聞いたのか、伝聞なのかにもよります。宝塚に詳しい人であれば、そういうふうに思う、腑に落ちないところがあるってことですよね。セリカさんなんて、そういうところまで相手にするだってビッグな人よということですよね。芸団と関わりのない弁護士による聞き取り調査に全く期待していないから、こういうリークが出るんだと思います。本当のことを言おうものなら、役付きが悪くなったり、いじめを受けるかもしれないと考えると、空組上層部に、忖度して何もありませんでしたとなるって、要は、本当のことを言うんだったら、今後の自分の空組での立ち位置も困るってことですね。やけどにつながることになった弁明会の様子は、当時の組長は寿司司さん。今の時とは違うんですね。トップスターは、真壁鈴穂さん。終了後、アリアさんは過呼吸になり、一人で、廊下で泣き崩れ、そこにセリカが通りかかり、顔を至近距離まで近づけて、言葉の牙を向ける。なんであんたが泣いてるのとセリカさんが言ったと。セリカさんがそんなことを言うはずがないと思いたいですと。セリカファンですね。セリカさんの空組への組替えの前の花組最後の作品、ハンナのお花屋さんのアベノの優しさ、包容力を思い出す。まあでもこれ役ですからね。セリカさんの優しさは舞台だけではなかったはずですと。はずですね。セリカさんが空組に組替えして6年の間にどんなことがあったんでしょう。セリカさんが、甘えるさん自身の問題ではなく、空組の空気の中に問題があるように思います。セリカさんが悪いというよりは、空組時代に問題があるからセリカさんが変わったんじゃないのという、本当は優しい人よということですね。宝塚音楽学校から始まる、関係団の上下関係の厳しさや、礼儀や舞台技術に学ぶものだったはずです。うん。セリカさん、自身も上級生から叱責を受けたことはあるでしょう。まあでしょうね。叱るときはこの人を高めてあげたいという気持ち、愛が必要です。上級生から下級生への愛は、下級生から上級生への愛につながります。下級生が上級生を慕っていたら、お叱りを受けているから、こんなリークにつながるとは思えないです。お叱りがどう越しているか、上級生の求心力がないのかだと思います。あ、ランキングに参加した。これブログですから、ランキングに参加したやつ。叱る。それ自体が僕は今の時代問題だと思いますよと。もともと問題だったと思いますね。なんかそれが上級生から下級生に叱るってことは、それは権力なんですよ。じゃその権力を傘に
やること自体がブラックにつながるんですね、それがね。で、そこが問題視されてるってことですね。別なブログ読みますね。トアさんに関してはものすごく皆さんはやっぱり好きなんですよね。瞬間文章にさらされてる成果トアのアリやキーさんへのひどい仕打ちをご本人はどう釈明するのでしょうか。いくら何でも何も言わずに舞台は立てないでしょう。きちんと説明をしなければ空組トップスターの威厳は疑われることになります。もしかしてこのまま宝塚を退団するのでしょうか。それぐらいに芹香とわさんの実名を出した週刊文春の記事でしたよ。もしくは週刊文春を相手取って名誉毀損で訴えるしか最高円の道は閉ざされてしまいますよと。まあでも確かにこの文春の記事ってのはそれぐらいのインパクトがあったってことなんで、まあ、あさってまた出るんですかね。なんかこのまま何も言わない限り文春って出続けると思うんですよ。ジャニーズも同じなんですが、何も言わなければ言わないほど出る。言ったら言ったで出る。認めない限りはずっと出続けるっていうのが文春の方法なので、なんか言った方が僕はいいと思いますね。いろんな釈明の方法ってあるんです、あると思うんですね。自分の言葉でいかに伝えるかどうか、それはある意味文春を超える時ってのはあると思うんですよね。僕はもう全然文春が正しいとも思わないし宝塚が正しいとも思わない。ただ真実を知りたいというだけなので、全然真実があるのであれば教えていただけたら僕はもう YouTube でいくらでも助太刀したいなと思っておりますよ。